2枚目は、まあ、1枚目撮った後だったんで、うん、慣れも入ってきて、うん、ちょっと楽しみながらできたので、ただちょっと雨で台風直後で大雨で やんだ瞬間に撮るみたいな感じだったので、結構大変な撮影でした。夏に沖縄で撮影したんですけど、ご飯食べに行ってたんですけど、 DVD の撮影水着になるのにめっちゃ出てきてめっちゃ食べちゃって次の日ちょっとやばいっていうのは結構ありました今回はでもタイトルにちなんだ感じの内容っていう感じではなくて、今回ちょっとドジなアナウンサー役で、ドジなアナウンサーが沖縄で仕事してる時に彼氏がサプライズで沖縄まで来るっていう設定で、なかなか非日常な感じなんですけど、実際やったらめっちゃ胸キュンするようなシチュエーションで、